ベンゼンセレノールとは有機セレン化合物、セレノールの一つ。有機合成においてフェニルセレの元の導入のために用いられる。フェノールの酸素がセレンに置き換わった構造からセレノフェノールとも呼ばれる。強い悪臭を持つ無色透明の液体で保管中次第に黄色みを帯びる。水にはほとんど溶けず多くの有機溶媒に溶ける。 他の有機セレン化合物同様に強い毒性を持つため、取り扱いには注意が必要。ベンゼンセレノールはグリニアールシ薬を単体セレンで捕捉して得られる。チオフェノールと同様に、ベンゼンセレノールは空気により容易に酸化を消化式のように、ジフェニルジセレニドを与える。保管してあるベンゼンセレノールが黄色を示すのは、このジセレニドを含むためである。 ジセレニドは還元とプロトン化により、セレノールに戻すことができる。ベンゼンセレノールは、チオフェノールよりも7倍強い酸性を示す。どちらも塩基性の水溶液に溶ける。有機合成において、フェニルセレニドアニオンを発生させるための、栓具体とされる。フェニルセレニドアニオンは、フェニルセレの素を導入するための吸覚剤となる。ベンゼンセレノールは、塩化アルミニウム存在化に、 ベンゼント4塩化セレントの反応により最初に合成された。ありがとうございます。